韓国でしか買えなかったフィーのリップキーホルダーが今ロフトでもらえるらしい。今ならこのリップ&チークを買うとメルカリでも転売されるほど人気なあのキーチェーンがもらえちゃうらしいので、たくさんある色の中から一番血色が良くなる子を選びました。あとめっちゃ話題のクッションファンデも購入。さてランダムのキーチェーンの色は赤色でした。シルバー狙いだったけどこれも可愛い。帰って早速開封していきます。私が選んだのはピンク02番。このチーク触ってみると分かるんだけど、もっちもちで塗るとふわーっとスフレみたいになるの。そしてこの色めちゃめちゃ可愛くない？塗ってみると自然に血色も出してくれて、この湯上がりっぽさがたまらない。あとこれリップにも使えるっていうことで、正直全然期待してなかったんだけど、これが大感動。めちゃめちゃ血色を良くしてくれる。そしてみんなが大絶賛してたクッションファンデ、店舗で他のファンデと比べてみたけど、すごくツヤ重視で保湿力が高いテクスチャーだった。本当は01番が欲しかったんだけど売り切れだったので1.5番のピンクベージュにしました。私はもともと色白じゃないからこの色でくすむっていうことはなかった。実際に手に塗ってみると肌を均一にしてくれて、厚塗り感なくツヤツヤに仕上がりました。そしてそしてお楽しみのキーチェーンも開封していきます。これ私中身入ってるかと思ってたんだけど、こんな感じで中は空で、ここに自分の買ったチークを入れてねってやつだったみたい。実際に入れてみるとこんな感じ。これ入れる作業店員さんになった気分で地味に楽しかった。こんな感じでミニポーチにつけたり小バッグにつけたり、手軽に血色補充できるから助かる。キーチェーンは数量限定みたいなので、みんなロフトに急げー。